キャンパスライフを紹介、彼氏はいたのか彼氏はいたの先生だったんですか。いや、いや、医者になりたくて、早稲田中退して、へー、これ言った英語だったら、英語長番特にハイパートレーニング、私、いいね、もう。そうで始まりました、モテチチャンネルかサブチャンネルかわからないですけど、メンバーシップかもわからないですけど、はい、今回はサオリンにおいでいただきました。はい、どうもサオリンです。サオリンといえば早稲田のチャンネルをやってるということなんで、うん、早稲田のキャンパスライフどうだったのかっていうのをちょっと聞きたいんですけど、はい、どうでした早稲田。早稲田は本当いい人が多かったです。あ、そうなの、うん、どうでもいい人どうでもいい人ビーヤマみたいないやいやいや話しやすくて気さくな人が多かったですね、イメージとしては。そうなんですね、へー、でもね、慶応の方がとか思わなかったですか。いや、全く思わなかったです。へー、私お嬢様では全くないので、一般庶民なので、やっぱ慶応だとそういう人が多いのかなって、あー、イメージはありますね、うん、一般庶民、そう、早稲田は一般庶民、今庶民が多いからそういう感じだったんですか。お、うん、これ動画にはキャンパスライフを紹介、彼氏はいたのとか書いてます。彼氏はいたの先生だったんですか。いやいや実は実は年の差で、まあ、年でもあのだって板野先生のね、うん、参考書で、そうですよ、板野先生ね、なんてやつでしたっけ、参考書ゴロゴ、そう、参考書ゴロゴ使ってました、まあ、どうでした、そんな他のなんか面白い大学生活、大学生活あとは私テニスに入ってたんですけど、ガチの週3でやるテニスなので、はい、飲みサーじゃないです。そう、よくなんか飲みサーでしょって言われるんですけど、ーサークルじゃなくて部活でもない、部活でもないんですけど、部活だったら週3じゃなくて持ってる、部活とサークルの中間ぐらいですかね。そう、ガチでやってるところで、そこで1個上の先輩と付き合いました。おはい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 、うん、よくあるあるじゃないですか。あるあるですね、はい、だけどその人が医者になりたくて、はい、早稲田中退して実家の神戸に戻って、はい、まあ、浪人生と東京で遠距離してました。ああ、うん、なるほど、そうしちゃうとやっぱり、うん、見下しちゃう浪人生がみたいな感じ。え、ほんとほんと1年半ね遠距離してました、ね、1年半遠距離やったんですね。 それは大変でしたか。大変でしたね、やっぱり。そこで結局はそう、この浪人が振られたんですよ。そうなんですか。一浪して二浪目になっちゃったんですね、はい、彼が。でそのタイミングで振られちゃったんですよね。もうやっぱ勉強に集中したい、そう、勉強だけにさせてほしいみたいな。まあ本当は彼女ができちゃったんですけどね、そういう可能性もあるかもしれない結局その人分かんないですか、どうなったのか。あ、で今受かって3年生ですね、うん、あ、どこの医学部とかしてんの。どこだっけね、神戸医科士科。あ、神戸医科士科大え、なんかそんなかったっけ。神戸医大、神戸の私立の大学じゃなくて、ああ私立の方ですね。そうです、うん、行ってますね、今行ってるんですね、うん、俺はもう医者になるから、うん、みたいな、 YouTuber となんて、あれですか。そんなことはないんですかそんな名前なんですけど、はい、どういう参考書を使ってました。板野先生はゴロゴ参考書と、あと極める古文使ってました。あ、極める古文って言えば、うん、あ、なんかこの外羽の胸が大きいっていつもコメントに書かれる、うん、あの平先生とかっていう人も広がる人も人もね、人もなんかね、執筆協力してたっていう、改訂の時あの本ですね。どうでした、読んでみて。すごい、それは捨ててない捨ててない。あ、いい本で、いい本で。他どんな参考書とか使った。他どんだろうな、英語だったら、英語長番特にハイパートレーニング、私好きで、もうめちゃくちゃ使ってましたね。それが良かった。良かったです。他良かったのありましたか。他良かったのか、あと日本史だと一問一答だと、東進の一問一答使ってました。はいはい、金谷さんね。そうです、そうです、はいはい、大学生活聞きたいです。僕のね、僕の大学生活は、まあ、ほとんどバイトです。あ、そうなんだ。塾バイトがほとんどです。あ、塾バイトしたんですね、はい、そっちの方が圧倒的に多かったですね、うんうんうん、学校行ってる時間よりも塾にいる時間の方が長かったです。単位とかはどうでした。単位は本当ギリギリでしたよ、私。やっぱり僕1年の時は2年は仮進級です、ね、え、すごい、そんなことできるんですか。そうです、仮進級って語学を一つだけ、うん、5個あるうちの1個だけの人は仮進級になれるんです。はい、僕は1個切ったっていう1個切っても最初からもう留年か仮進級かしなかったので、進級はなかったので。そうだったんですね。朝起きれない。あ、私も起きれないです。もうそういうので大変だったんですけど、うん、英語はがっつりやってました、うん、ちゃんと勉強してなんとか行きました。
だから今英語の先生してらっしゃるんですか？そうです。うん、英米文学専攻ですからね。ああ、そう。予備校でもう英語の先生になろうって決めたんで、うん、そのまま、うんうんうん。キャスターみたいな。みたいな。早稲田からどっか講習職しようとかって決めてたんですか？もうこうなりたいみたいなのは。特に決めてなくて、なんかそもそも就活した時もインターン行ってた会社をそのまま就職したんですけど、まあ、インターン行ってたからある程度イメージとかつかめてたんですけど、うん、やっぱり人間関係っていうのが結構大事なんだなって働いてみて思いました。それが大変だったですね。大変だったんですね、うん、まあそうですね、これ別の動画に出てると思いますけど、そうそう、この毎日泣きながらね仕事してましたもん。泣きながら、いやそれ辛い、精神的に結構きましたね。大学時代人間関係大丈夫でした？あ、もう本当に円満でした。早稲田いい人ばっかなので、うん、すごい、これみんな早稲田行きたくなるんじゃないですか。まあ早稲田いい人ばっかで、うん、就活してで辞めて、新卒3ヶ月で辞めて、で ECC に入って、そう ECC ECC のね、暴れる関係の ECC に入って、でそこで今もずっとやってる。そうです、平日はその仕事してて兼用して YouTube もやってるって感じです。でもいずれYouTube 一本にとかあるんですか？いやー、うん、今の段階だとあんまり考えられないですね。あ、チャンネル登録がね、はい、10万とかいったらもう暮らしていけるのかもしれないんですけど。いやいやいや、まあ、再生数じゃないですか、うん、再生数ですよね、やっぱり再生数、うん、そして再生時間がね大事ですから、うん、そこまででちゃんとミッドロール見られないと広告、うんうん、一番大変なのは何ですか、 YouTube で。YouTube で大変なこと、一人でやってるので、うん、もうちょっとなんかみんなとわちゃわちゃしたい。ああ、わちゃわちゃしたい。こういうのすごい楽しいです。あ、そうなんですね。でもね、分かってとかとやったりとか、いろいろコラボをこれからどんどんしていくんじゃないですか。そうですね、今度レジスタンスさん。はい。やっぱ言っていいのか分かんないけど。分かんどな。とかいろいろやっぱ来るんですか。あ、そうです。みたいな、うんうんうん、今回だったらね、平さん。そうです。びっくりしました。なんで私なんか認知してくれてるんだろうって思ってびっくりしました。平さん。僕、いろんな人ちゃんと探すタイプなんで。あ、そうなんですか。英語のチャンネルなんで、もともと最初は英語系の人も、うんうんうん、本当に上から下まであらゆるの見ましたからね。それで、最近はもう、もともとトイックと2つでずっと受験でやってたんですけど、うんうん、トイックがもう8ヶ月も開催されなかったので。あ、確かに。でも名古屋行ってましたよね。そうです。名古屋行ったがや、うんね、そうなんですけど、だから、うん、その間に今どうしても受験系の内容をやるしかなくて、ね、でも受験が増えていった時に、じゃあ受験系のチャンネルもちゃんと調べておこうって思って、うんうん、調べた時に出てきたの。あ、そうだったんだ。サオリンっていう。はい。早稲田のチャンネルの人がいるって言って。そう。で、まあ、早稲田合格塾のね、うん、平さんが出てきてたんで、僕がそういう、うんうん、早稲田系とかの人たちとコラボしたいって言って、うん、誰がいるかな、そういう人って言って、うん、まあ女性とか全然出てないんで、このチャンネルって言った時に、一番最初に出てるのがなんかカコチン名前が出てきてて、誰みたいな感じで、下ネタ、横国の下ネタみたいな感じで、もう、はぁみたいな感じで。横国のビデオですね。そうそうそう。でも、他知ってる人いますよ、ね、知ってる人はでも、カリメンタリストエル君とか。ああ、カリメンタリストエル。はい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 。この間イベント来てた。あ、そうなんですか、はい、はい。5万人以上の登録者の YouTuber イベントっていうので、うん、それにいた。いたはず。でも本物どうかわかんないから、ね。うんうん、仮面つけてました。仮面つけてなかった。つけてないんですよ。どの人が本物、仮面タリストなのかよくわからないまま。知り合いなんか見たことある。え、普通に一緒に焼き肉食べに行きました。そりゃなんか私の働いてる会社の代表ともともとエル君が知り合いで、一緒にご飯食べに行ったって感じです。そうなんだ。はい、そんな感じでこれからじゃあいろんなチャンネルにも出ていくってことですね。どうかな。そうですね、そうなれるように頑張っていきます。そしたら、うん、きっといろいろ来ると思います、うん、オファーが。おカップルチャンネルやりましょうみたいなイケメンが出てきて第2の番組になりましょうみたいに来ると思いますよ。本当ですか。じゃあまあまあこれからいろんな感じでやっていく、うん、サオリのチャンネル、はい、貼ってありますので登録してください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.